オレンジラインはアメリカ合衆国ワシントン州の都市であるタコマに存在する路面電車。シアトル都市圏の公共交通を管理するサウンドトランジットが運営しており2003年の開通から2019年9月まではタコマリンクという愛称だった。アメリカ西海岸に沿った港町タコマには20世紀初頭まで大規模な路面電車網が存在しシアトルと接続する インターアーバン系統も存在していたが、モータリゼーションの進展により1930年代までに全路線とも廃止となった。再度タコマに路面電車を建設する動きが始まったのは1990年代、交通渋滞の解消や中心市街地の活性化を目的にシアトル都市圏の公共交通網を運営するサウンドトランジットにより提案されたことが契機である。 当初は従来の路面電車よりも高規格であるライトレールでの建設が計画されていたが予算面が問題となり中止されその後より少ない予算で建設可能な路面電車として見直しが行われ他のプロジェクトと共に1996年に承認されたプロジェクト設立当初の予想費用は5000万ドルと見積もられていたが歩道の整備をはじめとする 周辺エリアの開発に関する追加予算の結果、最終的には8040万ドルに増加した。計画当初は前線復線での開業が予定されていたが、自動車の往来の支障になることが懸念された結果、一部区間は単線で付設されることとなった。建設は2001年から始まり、2年後の2003年8月22日から営業運転を開始し、 ワシントン州全体における初の近代的な路面電車路線となった。開業前は会議的な意見も多く、計画決定時の住民投票でも賛成が56%、反対が44%という僅差であったタコマの路面電車タコマリンクであったが、利用客は開業から1年後の2004年12月に100万人を突破し、当初の予想をはるかに超える実績を記録した。 さらに、路面電車を軸とした再開発により、都市中心部にも活気が戻り始め、それまで治安の悪化により見られなかった歩行者が増加するなどの相乗効果も見られるようになった。その後も利用客促進のため様々な策が講じられており、2011年9月15日には通勤客の利便性を高めるため新たな電定であるコマース通り、 南11番通り電停が開業した。また、2019年にサウンドトランジットが運営する公共交通路線の系統名を色によって区別する形に改められたのに合わせ、同年9月21日以降タコマリンクは橙々色で示されるオレンジラインに名称が変更されている。開業時の北部の終端であったシアターディストリックと南九番通りから路線を延長し、 スタジアム地区やヒルトップ地区を結ぶ総延長 3.9km の延伸工事が2018年から行われている。開業予定は2022年で7カ所の限定が設置される車の運転間隔も10分に変更される。ほか、車庫も移転した上で現在の規模から拡張することが計画されている。加えて千三十九年までにそこからさらに延伸し、 タコマコミュニティカレッジ方面へ 7.08km の路線を建設する計画が存在しており、6カ所の電停が設置されるほか、運転間隔も最短6分に短縮されることとなっている。オレンジラインは2019年現在運賃無料の路線として運行され、財源にはタコマ市における売上税が当てられている。だがこの施策に関しては、開業前から 賛否の意見が多数存在していたほか、2000年代後半以降の景気交代により、路面電車に運賃を適用することが検討されるようになり、試験的に2013年9月から1ドル、翌2014年から2016年にかけて1.5ドルの運賃が設けられたこともあった。以降は補助金による運賃無料が維持されたが、2022年に予定されている。 路線延長に合わせて本格的な運賃が導入されることが決定しており、料金は大人は1.5ドル、高齢者及び障害者は75セントを予定している。2019年時点のダイヤは平日、土曜、日曜、祝日の3種類が存在し、平日は早朝、夜間が24分、それ以外は12分間隔、土曜は全日12分間隔、日曜、 祝日は24分間隔で運行する。また、日曜、祝日は運行時間が短く、始発列車は9から10時、最終列車は17から18時に、始発駅を出発する。前述の通り2022年までは、全線無料で利用できるが、それ以降は、運賃が必要となる。オレンジラインの電停は、タコマに在住する。 芸術家によって設計が行われたのが特徴である。例えば、シアターディストリックと南9番通り電停は全体を劇場の舞台に見立てたデザインになっており、ユニオンステーション南19番通り電停の屋根は港町である、タコマを意識した船体をモチーフとした衣装が織り込まれている。また、タコマドーム伊藤には車庫へ伸びる線路が存在し、乗客の利用はできない、 シュコダ 10T オレンジラインは開業にあたり、チェコの鉄道車両メーカーである、シュコダトランスポーテーションが展開する超低床電車のシュコダ 10T を3編成導入している。編成は、両運転台式の3車体連接式で、中間のフローティング車体が低床構造となっている。2022年以降の路線延長に合わせ、サウンドトランジットは、 ブルックビルエクイップミントコーポレーションが展開する、超低小電車のリバティを導入することが決定している。契約には発注分の5編成に加えオプションとして、さらに5編成の追加発注分が含まれている。ありがとうございます。